今日はですね少しその未来についてどういう未来に展開をしていくかそれをビジネス的な観点から皆さんのお話を今日ぜひお伺いしたいと思ってきておりますまず今日このエコプロもそうですけど多くのブースもそうですけどサステナビリティー SDGs 未来社会への貢献っていうのがいろいろこうお話を出てきていますでそこに向けてエコプロですので やはりビジネス的な展開、まあ、社会的課題貢献も重要ですがそこにビジネスを絡めていかないといけないというのが非常に重要ですでしかもそこで社会の価値を変えていくという必要性もありますのでこのたりをぜひ今日ご登壇の皆さんにいろいろお話を聞いていきたいと思いますではまず楽天小林さんぜひですね今の,あの楽天さんの取り組みいろいろあるんですけども そそここから描く将来像もしくはそこに向けた戦略あとこういう社会に楽天としては進んでいきたいっていうのがぜひお伺いしたいんですけどいかがでしょうかいろんなエコーいっぱいあると思うんですよねいろんなサステナビリティあると思うんですよね多分皆様の会社の中でも現場からいろんなアイディアがあってきていいねいいねとそういう積極的なアクションも一つ大事だと思うんですけどもそもそも企業として本来 やるべきことは何なのかっていうのをちゃんと特定しておくっていうことがファーストステップとして大事だなというのを私も実感してまして楽天が一方的に描いている未来社会サステナブルだっていうのが社会からするといやそれ全然サステナブルじゃないじゃんというふうに言われてしまっては仕方ないのでちゃんとそこはこうお互いが分かり合える状態にしなよと我々が目指しているより社会よりよい社会 あの私の言葉で言うとウェルビーイングなんですけれどもウェルビーイングいい状態ですよねよりよく生きるっていうこれは個人のウェルビーイングもありますけれども組織のウェルビーイングそして社会のウェルビーイングもあると思ってましてこの社会のウェルビーイングどういう未来社会を作っていくのがいいと思っているのかといったことを企業として発信していく必要性が 未来で言うと、ちょっともやっとしてるかもしれないと思うんですけど、やっぱり今、我々考えているのは、より平和な社会であるとか、より豊かな社会、豊かってのは、物質的なものもあるんですけど、心が豊かになるような社会かなというふうに思ってます、それからこれはあの楽天の小林さんのちょっとあの受け売りなんですけど、より幸せな社会にしていきたいなと思ってます。 ただ、その中でもう予想されるのはこのエコプロ店ン見ても分かるんですけどもやっぱり環境の問題というのはまあ避けて通れなくて我々もやっぱ気候変動であるとかあるいは本田さん、さっき言っててましたけど廃棄物だとか汚染の問題であるとかそれは水とか化学物質プラスチックの問題もあります、それからやっぱりあの循環型の問題ですね循環型に変えていかなくちゃいけないという課題、認識もありましてそういう点では、まあ 問題が山積みなんですけどこれまでの我々の活動でいくと結構ピンチな状態っていうのはチャンスだと思ってるんですねでさまざまなその社会貢献とか環境活動とか人権問題に対応している中で必ずまあ解決する手段はあってそのためにやっぱり我々としては取り組むことで、まあ、取り組みのレベルが上がるっていうのもありますし 先ほど申し上げた、いろんな方々との巻き込みであるとか、ご参加だとか、ご賛同いただく、もちろんご批判もいただくことも多いんですけども、そういった社会との対応を通じて、より活動が良くなっていくということと、社会の皆様がご賛同いただけるような活動をもっともっと提供していきたいなというふうに思っていますあのサステナビリティっといったときに、やはり考えなくちゃいけないことは、始めたことはとことんやり抜いて、それをしっかり社会に還元したり。 世の中に大切なこととして、まあ、あの習慣化していき、えーまあ、永続的に続けていくことができるあの非常に大切なことはそこだと思ってるんですでその時にやはり企業の成長やっぱりここは欠かせないというふうに考えてますでも私待ったなしだと思ってます未来って今ここのビジネスパーソンの方々にご一緒に進めていきたいというふうに思ってるわけですけれど 思ったよりすぐです2030年まではあと10年を切りました2050年は20年後ですそうすると私たちが今舵を切って未来をより良くするっていうことを今手をつけない限りなかなか成し得ないんじゃないかな今小学校中学校の方がいらっしゃってますその方々が成人になった時に豊かな社会を提供できる 不自由なく、えー、欲しいものが手に入れられ、えー、シェアできで次の未来世代に結びつけていくそんなことができる世の中にするそのためには多分今待、ま、ったなしでやらなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに改めて思ってますより良い未来を作っていくために私が気にしたいなと思っているのはトゥーマッチにその効率的になりすぎない効果的な ばかり追い過ぎないなお客様とかお取引先であるとか社会の課題を解決する中でやっぱりビジネスを発展させていくってことがすごく大事なのかなということを思ったのとまあお二人がおっしゃったビジネスの成長という点では我々もその新しい商品を作って販売するっていうことそういう時代もだいぶ薄れてきてるのかなと思ってましてまあ商品もそうでリサイクルしていきますし素材もサステナブルでリサイクルなものにどんどん変えていきますし これから30年近くは、まあ、本当に今までの過去の負の資産というんですかねそれを、まあ、あの取り戻していく必要があると思いますでそのためにでもやはり企業もやっていくんですけどもやっぱり皆さん個人一人一人あるいは多くの,、まああの国連であるとか NGO であるとか社会であるとか若者であるとかがやっぱり意識行動改革をしていかないと かなり遅れてるということだと思うので、まあ、それをもう取り返していくスピードアップしていく。2030年じゃなくて、2025年に目標を達成する。そういったことをやっていかないといけないなと思ってます。やはり成長っていうことをあの履き違えてはいけないと自分自身今占めています。あの今、あの例えばプラスチックパッケージもそうですけれど、私たち日本まあ、日本人の方が多いと思います。けれど、最高のレベルに常に。 常にに最高のレベルにいろんなもしかしたら8割で抑えて残り2割をどうやって先を見たことに回していけるか100%を求めていくことではない世の中もあってもいいかなというふうに思っていますでやはりあのこれから消費者の方々に私たちあの大きなフロントラインの責任を担っているわけですけれど 消費者の方々が、あと生活者の方々が思ってらっしゃる思い、そこをどうやってご一緒にできるかということを、でその時に100%ではなくて80%くらいでお互い少し我慢して、未来のために力を残していく、そんなことも必要だなというふうに考えています。あのよ,く三方よしっていう本はけれどやはり本当ののの意味 どう地球の中で実現していくかあのそんなことも考えていきながら進めさせていただきたいと思ってます今日あの冒頭に質問いただいたそのこうさっきの未来社会はどのような姿かっていうふうに考えた時にでもなんか環境問題とかそういうことだけではなくって一人一人があのお互いを信頼し合えるというかもうちょっと受け入れている状態を作っていく。 未来社会が望ましいなと思って今日非常に僕は心強く思ったのがめちゃめちゃいっぱい小学生中学生がめちゃめちゃ真剣にいろんなブースを見てくれていて目輝かせて話聞いてすごいなと彼らがいたならばきっとあの変な話安泰なんじゃないかなと社会においてもいい加減なんか頭硬い 大人たちが踏んんり返っててるんじゃなくてどん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 彼らに席を渡していくっていうか彼らと対話する中で一緒に未来を作っていくっていうのが大事かなというふうに思いました企業としても我々も学校でたくさんの学校でいろんな授業とかやってるんですけどももっともっと若い人に対してまあチャレンジする機会とかチャンスを与えるようなことを特に環境問題とかこういった社会の問題についての きっかけになるようなことをもっと提供していきたいなと思ってますしであと、最近で、ね、皆さん見られていると思うとワールドカップサッカーでねやっぱ若い人たちが初めて出た人たちがすごい大活躍して新しい可能性をあの見せたということをやっぱり若い世代の方がよりそういう柔軟性があったりとかチャレンジする気持ちがあると思いますしでもちろん中高年の我々もですね含めてもっともっと若い世代のために より良い社会より良い世界になるような活動っていうのを具体的に取り組んでいかないといけないかなと思ってますおそらく今までっていうのはおそらくウェルドゥインが150%で突き進んできたっていうのが多分日本の社会でだからこそあのいろんな技術最先端の技術世界に誇る技術があるのかなと思いますがやはり今鶴瓶さんが言われた通りにそれを少し落としてもしかしたらウェルビーイングが40% がというぐらいの社会にシフトしていくのがもしかしたらいいのかなと思いましそうすると心のゆとりとかより社会的なあの人としてのゆとりですかね社会におけるゆとりともいうのができるのかなと思いましたでもう一つはあの今日皆さんおっしゃられましたけどやはり一人一人が何かをしていくっていうことが重要だなということでちょっと頭の中につながった言葉があの、まあ、福沢諭吉が一心独立一国独立って言ったと思うんですね とというこは一心、まあ、環境サスナビティで一国環境サスナビティでそれが世界につながっていくことが今我々がやらなければいけないでそれを今日来てる小学生の子どもたちに伝えていくというのがやはり我々世代の重要な任務なのかなと非常に今日あの認識したところです。ありがとうございました